JRA 騎手の藤田七子騎手、26イコール根本が、12日午後6時より、JRA 福島競馬場ビエスタ仙台ナイターとして開催される楽天巨人戦、楽天モバイルパークの始球式を務める。今年四4月17日に ZOZO マリンスタジアムで行われたロッテへ西武戦以来通算5度目の登板。12日早朝、長距離機場の合間に取材に応じた藤田騎手は、 先輩とも投げる練習をしましたし、しっかりストライクを投げたいと思います。また、両チームの選手の皆さんに勢いをつけられるようにしたいと思いますと目標を掲げた。同機手は福島競馬への参戦で東北にもゆかりがあり、福島ではたくさん東北の方にお世話になっています。仙台は初めて行くのですごく楽しみにしています、と胸を弾ませた。